さあ見ていきましょう。 OK、 一発当てていく。もう守らなきゃいけないな。 OK、 よっしゃよっしゃよっしゃ、痛すぎ。緊急回避はない。 OK、 タックルからの、わあ素晴らしい。 OK、 さあうわあ邪魔、よいしょー。はい、タックルちょっと待って、3、2、1、GO。 よーっこいせー、やれるやれるやれる、ほらー、よーし、なだいロムキャもいいですが、あ、勝った。はい、今日も来ました。この戦場ってことで、本日もガンダムバトルオペレーション2実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。ってことで、本日もね、検証の方をやっていきたいと思います。はい。題して、低コスト機体で高コスト機体を変わることはできるのか。パチ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 。ということで、はい、本日はそちらの方をね、やっていきたいと思います。その検証をね。はい。どうやるか。皆さん。クイックマッチの方でね、新しいルールが出たんですよ。はい、その名もミックスアップってことで、まあ、これがどういうルールかと言いますと、最初から決められたポイントがありまして、16000、16000ってね、敵軍、味方軍、敵軍分かれてまして、で、その16000が0になるか、もしくは8分間だったかな、はい、時間切れを待つか、時間切れか、そのポイントをゼロにするかで勝敗が決まるモードでございます。はい、それでですね、機体によって、機体のコストによって減るポイントが違うんですよ。だから、すごい低コストの機体で高コストを狩ると、一番高コストが1000ポイントなんですよね。で、一番の低コストが100、まあ、100コストの機体っていうのは性能が悪すぎるのでちょっときついんですけど、200ぐらいだと、200コストぐらいの機体だと300ポイントなんですよ、減るのがね。そうだから、その機体で、まあ、400とか500コストの機体を倒すことはすごくかっこいいというか、まあ、ジャイアントキリングなんですよ。うん、それができちゃう、その夢のあることができちゃう、そのモードこそミックスアップでございます。はい、しかもそれは害悪じゃないですからね。そういうルールとして、その低コストで戦うことでやられても、被害はあまり少ないし、もし倒せたらかなりでかいですからね。そうそうそう、それがまあルールの中で設けられてますので、全然害悪ではないですからね。はい、ってことで、そういうことができるミックスアップ、非常に楽しいのでね、皆さんもやってみてはどうでしょうか。では本編の方に行きましょう。使っていく機体はゲームカモフです。レッツゴー。さあ戦いの時間だということで、ゲームカモフでミックスアップ楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。敵さん結構ですね、高コストですね。で、強襲機がいない、もうバレているってことは、こっちの支援機さんも借り放題ですね。さあ見ていきましょう。 OK、 一発当てていく。いい感じ。今回ですね、今回というか、ちょっとなんかいるな、無理か、ちょっとやめといて、右側から出ようかな。左側のあの人も守らなきゃいけないな。 OK、 よっしゃよっしゃよっしゃ、痛すぎる、援護ちょうだい。さあここ出ルーム構えまして、この人ぐるーっといくでしょ、右からぐるー回って、バレてないバレてないバレてない、緊急回避はない。 OK、 タックルからの、わあ素晴らしい素晴らしい、その動き。ナイス。いや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 、ああやばい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 さあということで、まあ、爆撃もねすごく有効ですので、どんどん使っていきましょう。これで枯れたらね、まあ、実質200コストで枯れたと一緒ですからね当たってくれよ敵さん、うまさせてください。さあいけ。どうだろう、当たってんのかな。当たってるっぽいけど当たってないね全くもって当たってなかったです。正面にお強い方がいますの で左側にもいるんですよね。いった OK さあ、うわっ邪魔、よいしょはいタックル、ちょっとでもダメージ稼ぎ、いやー援護頼む。でもいつけ弱い機体だから OK。 さあということで、いいから出撃でございます。こう左から回って偽装伝達装置を生かしていきたいところですね。さて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 、あの人やれるね。 OK ちょ見えない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 、あれなはあれはジムスナイプ、ちょっと待って、321ゴー、よーっこいせー、やれるやれるやれる、おらー、よーし700ゲット、200コストで200コストで400コスト軽いいですね。こういうことができるのがすごくいいね。で奥の人に OK、 ごめん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  OKOK、 出てこい、一旦隠れて様子見るのもありですね。バレてる、よいしょ、ちょっと待って、タックルできなかったんですけど、待ってストップストップ OK よしよしよし。で狙うのはドムキャーいけるけどやめて OK よーさあということで、いいから出撃、最後の戦いだ、みんな行くぞ。で敵の4号機がねバチバチ狙ってますんで、それを味方さんが見てるかどうかだよな。こっちから行って大丈夫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 、退路退路よっ当たれ OK ついて OKOK ゴー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 。4号機が怖い気打ったのかな。4号機一旦かわして狙いたいなあ、くそ狙いすぎた、危ないよ、はいはい OK ダメージは入っていく、もうちょいよもうちょいよ、味方さん頑張ろう。さあ4番さんが裏取ってますんで、321ゴー、よーっしゃいただき OK。 さあもうちょいよもうちょいよ、頑張りましょう。ここにいるでしょ、正面から、あちょっと後ろ後ろちょっと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 ドムキャもいいですが、あ勝ったお疲れ様です。いやー仕留めたかったな。はい、ということでミックスアップでございました。いやかなりね面白いモードだと思います。はい、まあ、今回ね低コストを使って高コストを倒していくってことで、まあ、そういうこともできる夢のあるゲームモードというか、何ていうかな、まあ今までねやっぱコスト制限されて、この機体が使えないとか使いたいのに使えないっていうのがあったんですけど、このモードがあることによっていろんな機体をねみんなでわちゃわちゃしながら遊べるっていうのはすごくいいかなと思います。シンプルバトルとかも結構いいと思いますけど、このモードはかなり面白いですね。まあ、ただレーティングであったらどうかなっていうとちょっと難しいかなっていうのはありますね。だからちょうどクイックマッチであるのが一番いいかもしれない、すごくいいモードです、楽しませてもらいました。ということで、低コストで高コストを倒せるかどうか、正直厳しい、性能が違うからねでもやるべきことはやれたのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。